山崎武史、1968年11月7日体は、日本の元プロ野球選手、宇藤右打ち。愛称は、ジャイアン。現役時代は主に中日ドラゴンズ、東北楽天ゴールデンイーグルスで、通算27年間にわたり活躍。通算403本塁打を記録した強打者であると、共に、本塁打王に2回、打点王に1回輝いており、 史上3人目のセパ両リ,リーグでの本類打王の達成者である。野球選手現役引退後の2014年以降は野球解説者として活動しているほか、カーレーサーとして四輪車レースにも参戦している。愛知県千田市出身。幼少期から中日ドラゴンズの本拠地、名古屋球場へ野球観戦に行っていたが、周囲のほとんどが中日ファンであった一方で、山崎自身は、 読売ジャイアンツのファンだった。これは、九州出身である父親の影響に加え、山崎自身も他人と同じなのが嫌という性格や、強いチームへの憧れが要因だった。下市立総理小学校の4年の時に、外野手として野球を始め、主に左翼手を守る。下市立や渡中学校に入学すると同時に保守になる。 小中学校時代は一本も本類打を打てなかったが、愛知工業大学名電高等学校へ教育実習生として出入りしていた兄の口利きで、同高校のテストを受けて合格した。愛工大名電高校では2年から保守のレギュラーに定着し、2年の時の夏は愛知大会の決勝戦で東方高等学校に敗れた。高校2年の秋には、 中村剛監督の下で先輩などからの推薦により新首相に任命され3年の時の夏までは首相を務める3年間で全国大会に出場した経験はなかったものの通算56本塁打を放つ1986年のドラフト会議を前に指名確実と高い評価を得ていたが山崎自身は巨人への入団を絶望していた一方で 中日、南海ホークス広島東洋カープには絶対に行きたくないと考えていた。これは高校を通じて巨人から指名の確約を得ていたことに加え、地元の中日に入団すると知り合いも多く、思う存分にプレーできないから。南海、広島は全国的に人気のある球団とは思わないからという理由だった。そのため、ドラフト前に何度も挨拶に来た。 中日のスカウトには行くつもりはないと伝えていたが、結局は中日が任意指名で交渉権を獲得し、契約金4000万円、年俸400万円で入団。背番号は22。入団直後は先輩たちから若年寄りと呼ばれ、豊田誠介らから聖域だとよく怒られていたが、AS の小松達夫らからは可愛がられていた。プロ1年目の1987年は、 春季キャンプで憧れていた、落合博光と相部屋になったが、後に、落合について、辞書で、落合さんだけは、後輩を可愛がるという感覚が全くなく、誰であっても寄せ付けないオーラを発し続けていた。バッターとしては目標にしても良いが、人間性は真似したくないと述べている。同年は一軍出場はなく、アメリカ合衆国へ、野球留学。MLB ロサンゼルスドジャース参加の、 ルーキーリーグ球団である、ガルフコーストリーグドジャースで三塁手としてプレーした。帰国後には保守に戻る。しかし、中日入団後は2学年上の中村武氏が、正保守の座を固めていた一方、自身は1軍での出場機会を得られず、保守として育成されていたことから、最大のセールスポイントだった打撃の練習を十分に、できず、保守であることに嫌気がさしていた。 1988年も一軍出場はなく、一年間を通して二軍でプレーした。同年に中日の本拠地、名古屋球場で開催されたオールスターゲーム第2戦では、ブルペン保守を務めたが、この時には初めて巨人のスター選手たちを目にして、感動するとともに、俺もこの人たちに負けないように頑張ろうと決意した。1989年は二軍で、 ウリーグの2冠号を獲得し、1軍でも20試合に出場した。同年9月7日の対広島東洋カープ戦では9回表に、代打として1軍で、初出場。9月10日の対ヤクルトスワローズ戦では9回裏、内藤直行から初安打となる、左前安打を放つ。10月15日の対広島戦で星として、先発出場するが、 投類王を狙う翔太構造に5盗塁を許す。翔太はこの試合で中村武から1盗塁を決めて1試合6盗塁の日本プロ野球大記録を受立。この試合後に首脳陣から保守失格の楽輪を押される格好となったが結果的にはかねてから望んでいた野手転向が叶うこととなった。1990年は 前年に引き続いて2軍で2カノーを獲得したが、1軍では5試合の出場に終わった。同年12月19日には、下市内の実家近くにて知人が経営する、ちゃんこ鍋屋を訪れた帰りに、近隣の生肉店の火災に遭遇し、ちゃんこ鍋屋店長たちと協力して、生肉店経営者一家を救出した。この件で、地元の消防署から表彰を受け、 セントラルリーグからも特別表彰を受けた。1991年5月9日の対、横浜対応ホエールズ戦では、田辺学から一軍での初本塁打を放つ。同年は26試合に出場したが、打率、140と低調だった。同年からは徐々に一軍での出場機会も増えていったが、しばらくは一軍、二軍を往復する生活で一軍出場機会に、飢えていた。 1992年には監督が星野千一から高木森道に交代し、高木は山崎を重宝していたこともあり、前年を上回る40試合に出場し、打撃成績も打率、236、4本塁打と向上した。8月19日の広島戦で川口和久からさよなら本塁打を放った。1993年は大幅に1。 軍出場機会が増え、77試合に出場し、打率273本塁打17打点の成績を残した。同年オフには一塁手一のレギュラーだった、落合博光が、フリーエージェントの権利を行使して巨人へ移籍したほか、大宝安明が左翼手から一塁手一に転向したことで、外野手のレギュラーに、飽きができたが、1994年は、 彦野俊勝が故障から復帰したことなどから出場機会が激減し1年間を通して目立った活躍はできなかった。1995年シーズン開幕前のキャンプではプロボクサーの薬師寺野生に指示しボクシングの練習を取り入れた。同年はレギュラーガイア人及びロッテから移籍のメルホールの不調や主軸の大砲も不調であったことから出場機会が増え 地震初の2桁本塁打となる16本塁打を放った。同年11月末の周期キャンプ終了時には監督に復帰した星野千一から来年2月の春季キャンプまでに体重を2 0ラム減量しろと命じられ2ヶ月で体重を8 8ラムまで減量した。1996年は減量が高を奏して怪我に弱い体質が変わったことに加え 8分の力で打つことを覚え、これが同年に本塁打を量産できた要因となった。打順こそ回だったが、開幕からレフトに固定され、同じく回に固定された大砲と共に回打を連発した。6月19日の対巨人戦では8回裏に、牧原博美から5番、恩重鎮に続いて本塁打を放ち、山崎の後の大砲も本塁打を放ったため、三者。 連続本塁打となった。6月は打率、403、13本塁打、33打点を記録し、月間 MVP に選ばれる。レギュラーシーズン序盤は、打率、本塁打、打点の3部門で、トップとなり、オールスターゲームにも監督推薦で出場する。チームメイトの大鵬や松井秀樹、江藤聡と本塁打王のタイトルを争い、最終的には山崎が大宝、大鵬、 松井の両名を抑えて本類打王を獲得した。打率はリーグ4位の322打点もルイスロペスに次ぐ107打点を記録している。また、同年はリーグ最高調打率もを記録しベストナインに選ばれた。なお、同年5月1日の対巨人戦では5回裏に巨人のバルビーのガルベス投手が投げた急速時速1 4 1トルの速球が 自身の頭部をかすめたことで激怒し、マウンドに詰め寄ってもガールベスが謝罪しなかったどころか、応戦してきたことから殴り合いになり、両者とも退場処分を受けたほか、試合が30分以上も中断する大乱闘のきっかけになった。山崎自身は後に、楽天時代にもタフィローズ、ジェレミー・パウエルと外国人選手を相手に騒動を。 起こしたが、次長ではそれらの経験を踏まえ外国人選手たちに、対し、日本人であること、プロ野球選手として、日本でプレーできることを誇りに思っているから、日本を冒涜する行為は、絶対に許さない。日本のルールを守らないものにプレーする資格はない。アメリカに、誤ったら負けという文化が浸透しているにしても、日本でプレーする以上は礼節を重んじ、真剣勝負の中で道を外したら、 謝罪すべき。日本で成功したければ、日本の文化を学ぶべきだと述べている。1997年は、中日の本拠地が、名古屋球場から外野が広い名古屋ドームへ移転し、守備の負担が増えたことなどから、打撃成績を大幅に落とす。チームもリーグ再開に沈んだ。1998年はトレードで阪神タイガースへ、移籍した大砲に変わり、 左翼市から一塁一種に転向する。8月18日の対ヤクルト戦では2回表にマークエーカーから史上198人目となる通算105本塁打を放つ。27本塁打は松井、江藤里氏に次ぐリーグ3位。最多勝利打点の16打点で表彰され最優秀 JCBMEP 賞を受賞する。11月1日の セントラルリーグ東西対抗戦では三ランホームランを放ち MVP となった。1九9九年は主に六番を任され五月九日の対広島戦で三打席連続本塁打を放つ。一時期は不調に陥りスタメンを外れることもあったが同年のリーグ優勝決定前最後のホームゲームとなった九月二十六日の対阪神戦では福原忍から二十八号。 逆転さよなら3点本塁打を放っている。著書には、この年から内野守備総類コーチに就任した高城信弘と確執があり、高城の進言により、スタメンを外れることが多くなったため、高城について監督に媚ビを売る指導者は、必要ないと批判している。この年、中日はリーグ優勝を争っていたが、この前日には山崎は先発出場せず、 当日も本塁打を放つまでは無安打だ,だった。前日までの起用のされ方に不満を持っていた山崎は本塁打を放った後一塁へ走る際にベンチにいた監督の保守の戦一に向かっておっさんボケ、俺を出しとけばちゃんと打つんじゃ、と言い放った。9月30日、11年ぶりのリーグ優勝を決めたタイヤクルト戦で一塁一種の守備の途中。 打者走者の真中光と交錯して、左手首を骨折し、ビールかけを見守ることしかできず、福岡大英ホークスとの日本シリーズに出場することもできなかった。2000年はオープン戦でスパイクシューズを忘れたが、当時の監督だった星野には忘れたとは言えないということで、今年はこれで試合に出る。ということにした。そのため、この年はスパイクを履かないで打席に立った。 7月12日の大半進戦で7回裏に、吉田豊彦から史上114人目となる、通算155本塁打を放つ。オールスターゲームにも監督推薦で出場し、松坂大輔から二点的時打を打つなどの活躍で、MVP となる。この年は、上記のスタイルで出場を続けた結果踏ん張りが効かず、また前年の手首の骨折もあり、流し打ちのスタイルになり、 最終的にリーグ7位の打率311という高打率を記録するが契約公開では18本塁打はとても少ないと指摘された2001年10月6日の対広島戦で史上376人目となる通算戦試合出場を記録する同年はチーム最多の25本塁打を放ったが契約公開では打率238 51打点が最低だと指摘される。この評価に納得せず FA 宣言し、一時は、好条件を提示した横浜ベースターズへの移籍へ、傾くが、シーズン後に新しく監督となった山田久志の遺留もあり、最終的には、中日と3年契約を結んで残留した。2002年は、オープン戦から不調で、4月末に2軍へ降格となる。2軍戦でも不調が続いたが、 レオ・ゴメースの故障により、7月から一軍復帰。しかし、7月26日の大阪新戦では、同点で迎えた9回表1しまんのチャンスで、空振り三振。チームもその裏に、倉本秀俊のエラーで、さよなら負けする。試合後、監督の山田は、どこかで、ぶつっと切れてしまう。まるでおつやみたいなもんだ。それと使った、俺が悪いんだけど、チームを、 奈落の底に突き落としてしまう選手がいる。何とかしてくれたらいいんだけどな。と発言する。正確には、この発言が山崎を指したものが不明であったが、山崎は、造本じゃない。今日は俺だ。俺が打っていれば、ミスもなかったんだ。と話した。しかし、戦術のように、山田の遺留で中日に残留した経緯もあり、後に、自身の著書で、山崎って名指しで言えよ。 不信感をあらわわにしていた。この後はほとんど出場機会がなく、二軍戦にも出場しない時が多かった。結局、同年は26試合の出場に終わり、打率1割台と不本意なシーズンで終わった。レギュラーシーズン終了後は自ら球団社長、西川淳之介に、トレードしてほしいと直訴し、2003年1月上旬に、平井正氏との交換トレードで、 オリックスブルーウェーブへ移籍することが発表された。移籍後の背番号は5。2003年8月19日の大英戦で2回表に、倉屋ノブジから史上77人目となる、通算205本塁打を放った。同年は110試合に出場し、規定打席には到達せず、低打率に苦しんだが、チームの日本人選手の中では、最多の22本塁打を放った。 8月25日の日本ハム戦の2回裏の打席で、投球の判定に対し白井一行球審に侮辱行為をしたとして退場処分を受けた。2004年4月27日からの西武ライオンズの3連戦で、監督の伊原春樹は地元出身選手として先発出場を約束。初日は4番、指名打者として先発出場をして3打数2安打と活躍した。 ところが、この試合中に負傷した谷義友が翌日に3番、指名打者として先発出場する。山崎は関係者も多数招待していた試合での先発落ちにショックを受け、試合開始前に帰宅。その直前には監督室にバットを放り投げ、ゼネラルマネージャーの中村克弘に、伊原の解任を直訴するなどの行為を行った。これが、職場放棄などとみなされ、 翌日に懲罰的な意味で二軍へ降格させられる。このボイコット事件について山崎本人は試合に出られる心理状態ではないという伊原の判断の下許可があったために帰宅したと述べている。これ以降二軍落ちを何度も経験し、9月には自身の実家に戻った。レギュラーシーズン最終戦の前には伊原から和解を求める電話があったが、 再びチームに戻ることはなかった。しかし、イハラとは対談後に和解し、雑談や会話をすることもあると実書で語っている。この年は、最終的には62試合の出場にとどまり、4本塁打打率、245と前年から調子を落とし、この時に中日、オリックスで人間関係のトラブルから野球が、 まともにできず、嫌気がさし戦力外通告も受けていたため一度は引退を考えたが、段野村や高校の先輩、工藤君康の説得と長男からの応援により現役続行を決意した。同時期に新規参入の東北楽天ゴールデンイーグルスの監督、田尾康氏に評価され入団オファーを受け、山崎は野球はもう結構ですと一度は断ったものの、段野、 それでは俺は困るんだとの説得や、顔からも熱烈な誘いもあり承諾した。12月11日、正式に契約。背番号は、長女の名前にちなんで、7を選んでいる。2005年3月26日に、チーム史上初の公式戦である、千葉ロッテマリーンズ開幕戦では5番、指名打者で、先発出場。開幕直後に右手に子宮を受けて二軍で治療に、 専念するなど、レギュラーシーズン当初は活躍できなかったが、この年から始まったセパ交流戦より、徐々に調子を上げ、5月7日の巨人戦では9回裏に、前田吉永から球団史上初の代打本塁打を、6月には4試合連続の5本塁打を放ち、交流戦後は4番、指名打者に定着する。7月2日の日本ハム戦では3回裏に、 江尻慎太郎から史上234人目、通算千本安打となる、左前安打を放つ。プロ入り19年目の年での達成であった。7月27日の対日本ハム戦の試合前に、宮城県仙台市内の小学校を訪問し、子供たちに本塁打を打つ。と約束して臨んだこの日の試合で、満塁本塁打を放った。当時、右バッターのバッティングの基本である、 右足重心という言葉さえも知らなかった状態で、監督のタオにより、基本を徹底的に指導された。タオの指導によるフォームの改造が、この年の118試合に出場して5年ぶりの規定打席到達、チーム最多の25本類打や、後年の好成績を残せるようになった要因の一つだと本人は挙げている。タオは、後年、 崩れているところが分かっていたので、バッティングを直せる自信があった。思った以上にやってくれたと振り返っている。2006年は新しく監督として、野村克也が就任し、4番の座は西部から移籍してきたホセ・フェルナンデスに譲る。6月17日の対巨人戦では工藤から2打席連続本塁打を7月29日の対西部戦では、枠井秀明から楽天初となる。 逆転満塁本塁打を放つ。なお、この本塁打は、パシフィックリーグ通算900本目の満塁本塁打で、ある。8月5日には、日本プロ野球史上49人目となる、通算250本塁打を達成。開幕からの小さな目標としてきたので、達成できて嬉しいですね。と喜びを語った。しかし、122試合に出場したものの打率。 241、19本塁打と前年を下回った。2007年は開幕当初こそ不調が続いたが、前年より野村のアドバイスを積極的に取り入れたことが、この年より効果が表面化して徐々に調子を上げた。4月1日の対オリックス戦の3回裏には、吉井正人からホセ・フェルナンデスと共に満塁本塁打を放った。1イニングに満塁本塁打は、 史上3度目、パシフィックリーグでは2度目、同一投手から日本は史上初。開幕後1ヶ月間は安打の半分が本塁打という状態で、打率は規定打席到達者内で、最低ながら本塁打数は1位という時もあった。5月2日の対ソフトバンク戦で、先発投手は山崎が苦手としている和田岳だったが、どうせ打てないなら、ダラダラ打ってやろう。 体の力を抜いて打ったところ、和田を相手に2打席連続本塁打という結果に繋がった。この力を抜いて打つ打法を山崎自身はこんにゃく打法と呼んでいた。5月17日の対日本ハム戦で自身2度目となる1試合3本塁打、5月27日の対横浜戦では、ナスの匠から場外本塁打を放ち、 両リーグ最速で20号に到達するなど5月は打率342、12本塁打、27打点でチーム初の月間 MVP を獲得。自身にとっては中日に在籍していた1996年6月以来10年11ヶ月ぶりで、この期間は史上最長でもある。また、両リーグでの月間 MVP 受賞は史上13人目。同月以降は、 フェルナンデスの不審もあって4番に座ることが多かった。6月14日に史上152人目となる通算1500試合出場を達成する。その後もセパ交流戦終了時点で27本塁打、レギュラーシーズン55本塁打という日本記録ペースで本塁打を量産した。レギュラーシーズン前半の校長は配球を読むようになったことと構える手の遊びを、 大きくしたことを本人は挙げている。配球を読むようになったきっかけは、野村が試合中に、ベンチで若い投手と保守に、打者の心理の指示をしているのを傍らで聞き、それを打撃に応用したということである。また、相手の配球を読んで打てとのアドバイスも受けた。指名打者として選出された、オールスターゲームの第一戦の大打出場の活躍の他に、 第2戦の第1打席の先生の2点本塁打、第2打席の2塁打の活躍により、優秀選手賞とガリバー賞に選ばれ、賞品としてポルシェ会演を獲得した。8月27日にはこの日誕生日を迎えた長女の前で39号と40号本塁打を記録する。9月15日には11年ぶりとなる100打点を記録し、最終的に43本。 108打点の事故、最高記録で、タフィローズを上回り、初の打点王と、11年振りとなる本塁打王と、ベストナインに輝いた。21年目での40本塁が、100打点での本塁打王、打点王は、史上初。なお、山崎は一軍の試合に出場していない年が2年、あり、実動19年目での40本塁が、本塁打王は、大貞春。 門田博光に並び、100打点、打点王は、王、絹笠義雄の20年目に次ぐ記録である。なお、両リーグでの本類打王の獲得は、落合、ローズに次ぐ3人目。また、39歳での本類打王、打点王の獲得は40歳で、両タイトルを獲得した門田に次ぐ、歴代2位の記録である。また、過去最高クラスの成績を残し、 なおかつチーム全体のことをも考えるようになったため、野村再生工場の成功事例の一つともなった。この年、フェラーリ F512M を楽天オークションに出展。1450万999円で落札されたが、落札者が直後にオークション会員を退会したため不成立となった。この年のタイトル獲得を記念し、愛車のランボルギーニムルシエラゴが、 ドイツのミニチャンプス社によって特別にミニカー化されミニカーファンにて抽選販売が行われたパッケージには楽天のコーポレートカラーのラインとチームロゴと自身のサインのプリントが入った特別仕様である2008年は野村監督の指示によってこの年から3年間首相とチームリーダーを務める同年に発生した岩手宮城内陸地震には復興支援金として レギュラーシーズンに打った本類打1本につき10万円、総額280万円を宮城県栗原市に寄付した。その寄付の感謝の意味を込め、市役所は翌年に栗原市営栗駒球場の愛称を山崎武史球場とした。レギュラーシーズンでは4月3日の対ロッテ戦で、久保安友から史上32人目となる通算305本類打を放つ。4月は打率。 374、7本類二21打点で、月間 MVP に選ばれる。その後は調子を落としたものの、オールスターゲームには、同年より導入された、選手間投票の指名打者部門で選ばれる。7月31日の、第一戦では9回裏に、久保田智之からサヨナラ打を放ち、MVP に選ばれる。なお、両リーグでのオールスター MVP は、 史上4人目である。最終成績は打率276、26本塁打、80打点で本塁打数はチームトップであった。2009年6月14日の対横浜戦で松江拓弘氏から本塁打を放ち、史上5人目となる両リーグ155本塁打を達成。7月8日の対ロッテ戦では史上102人目の通算1500安打を達成したが、 チャンスで打てないことが多かった。しかし、オールスター明けからは大事な場面で打つことが増え、特に8月16日の対ロッテ戦では8回まで6点ビハインドの状況で、唐川優己から史上23人目の通算355を3点本塁打を放つと、9回裏西の2点ビハインドの場面では、ブライアンシコスキーから同点2点本塁打を放った。この試合は結局、 延長12回裏に小坂誠がサヨナラだを放ち、6点差をひっくり返す逆転勝利を収めた。この試合以降、チームは29勝16敗という飛躍的な成績を上げた。最終的に打率は246と低かったものの39本類が107打点と両部門リーグ2位という成績で打線を牽引し、 ベストナインの指名打者部門に2年ぶりに選出、またチーム史上初の2位とクライマックスシリーズ出場に貢献した。40代での本類ら30本到達は王、門田、ローズに次いで4人目。打点は前日の王、キヌガサの記録を更新する、実動21年目での100打点到達となった。また、41歳を迎える年での100打点到達は、角田、ローズ、 金本智明の40歳を超える史上初の記録。また、本類打は、楽天遺跡後の150本類打到達となり、中日時代に記録した本類打と合わせて、史上7人目となる2球団での150本類打も記録。クライマックスシリーズでは40代以上では、初となるポストシーズン2本類打、7打点を挙げたが、チームは第2ステージで日本ハムに敗れた。 2010年5月14日の対広島戦では、エリックス・スタルツから、自身初となる、代打満塁本塁打を放ち、5月23日の対、中日戦では、楽天以外の既存11チームと、大阪近鉄バファーローズからの本塁打を達成した。オールスターゲームでは、第一戦では、中日時代の元チームメイトの岩瀬人則から、本塁打を放ち、ベストプレー賞を獲得。 第2戦では、東の春から本塁打を放ち、40代での現役選手では、史上初の日本塁打で存在感を示した。しかし、前半は大不振で、交流戦では12球団トップとなる11、本塁打を放って一時は復調したものの、交流戦後に再び不振に陥った。後半では復調し、チームトップの28本塁打93打点を、 上げたが、打率は、239と前半の不調が響き、チームも4年ぶりのリーグ再開に沈んだ。フルスイングを披露する、山崎2011年は、中日時代にも監督だった、星野千一が監督に就任した。前年に加入したランディルイーズの一塁手の守備に、不安があることに伴い、守備力重視を掲げる星野の構想から、指名打者の山崎と一塁手のルイーズの役割が、 入れ替えとなった。3月11日に発生した東日本大震災の被害を受けた被災地球団の4番打者として開幕を迎える。6月11日の中日戦では史上2人目となる40代での105本塁打を中田健一から放つも同試合の最終打席で空振り三振をした際に右手薬指を剥離骨折して戦線離脱を余儀なくされる。 一ヶ月後の7月19日に戦線復帰し、8月18日の西武戦で菊池武士星から史上17人目となる通算400号本塁打を放った。8月31日の対西武戦でも菊池から3点本塁打を放ち、7年連続で2桁本塁打を達成した。この年は東日本大震災を経験して楽天のチームメイトたちと被災地を訪問しながら、 地元の小学校の子供たちを激励した。そうした過去のボランティア活動などが評価され、2011年度ゴールデンスピリット賞を受賞した。しかし、若返りを図るチーム方針により、この年限りで戦力外通告を受け10月10日に対談が発表された。山崎本人はまだやれる自信はある。と発言し、現役続行を希望した。 前述の離脱もあり7年ぶりに規定打席未満に終わり102試合の出場で打率こそ229になったものの11本塁打48打点は頻打にあえいだチーム内ではトップだった山崎によると星野から直接来年の構想に入っていないと通告されたまたコーチの要請が球団からはあったが断ったとのこと 星野とぶつかることはなかったが、星野が就任した時から終わりを覚悟していたという。その後、対談を自ら申し出て最後は中日でしたいと考えていたことを後のインタビューで明かしている。12月8日に中日への移籍が決定。10年ぶりのフルス復帰を果たし、背番号は楽天時代と同じ7に決まった。また、楽天から中日へ移籍した初の選手となった。 年俸3000万円、出来高は最大1億円という契約となった。2012年に山崎と同じく中日復帰を果たした監督の高木が第一次高木監督時代と同様に山崎を積極的に寄与した。トニブランコとの競争の中、オープン戦で4本塁打を放つなど結果を出し、3月30日の開幕戦は4番、一塁手で出場した。 開幕戦での4番は2010年に金本が記録した41歳11ヶ月を上回る43歳4ヶ月のセントラルリーグ最年長記録となった。その後も4番、一類種として出場したものの、4月25日に野本慶と共にインフルエンザ B 型に感染していたことが判明し、登録を抹消された。7月14日の巨人戦の3回裏、復帰後初の本塁打を、 DJ ホールトンから放った。翌日の試合では、決勝の適時にルイダを放ち、フルス復帰後初のお立ち台に上がった。しかし、1年を通して90試合に出場したものの、打率、209、1本塁打、13打点と期待に沿う活躍は、できなかった。また、レギュラーシーズン終盤には、左手薬指の骨折もあり、一時は引退を考えていたが、チームは、 来年も山崎を戦力の一人として考えていたため、現役続行を決断した。12月5日の契約公開交渉で300万円の2700万円に、出来高払いを加えてサインし、現役続行が決定した。2013年は開幕一軍入りを果たし、主に代打での起用で6試合に出場したが、7打数1安打で打率。 143得不審に陥り、4月8日に出場選手登録を抹消された。交流戦開始の5月14日に再登録され、同日の北海道日本ハムファイターズ戦では6回に代打として起用され、同点に追いつく、適時三塁打を放った。なお、この三塁打で、セントラルリーグ最年長三塁打を記録し、金本の44歳3ヶ月を抜く、44歳6ヶ月で、 記録を更新した。試合は中日が勝利し、決勝の儀悲を放ったマット・クラークと共にお立ち台に上がった。5月17日の大落天戦では9回裏に大打として起用され、自身7度目のサヨナラ打となる2点的自打を放ち、セントラルリーグ最年長サヨナラ打を記録した。しかし、7月27日に出場登録を抹消されたことを受けて現役引退を決め、 同月29日に正式に今季限りでの引退を表明した。10月1日の大半新戦では3番、二類手として先発出場したが、1回表の打席のみの出場で1回裏の守備から森野正彦に交代したため、二類手を守ることはなかった。山崎をここ一番という場面で試合に使っていた監督の高木もこのシーズンをもって対談した。 2014年からは、富士テレビ日本放送、東海テレビ東海ラジオテレビ愛知の野球解説者、フォックススポーツ、ベースボールセンターのアナリスト、有敢富士の野球評論家を務める。2014年3月18日、中日より3月21日の大楽天オープン戦を山崎武信対試合とし、1日限定で支配下選手として登録されることが発表。 3月20日に支配下選手登録された。中日の選手の引退試合がオープン戦で開かれるのは2010年の辰波和義以来であり、日本プロ野球で引退試合のために選手契約を結ぶのは山崎が初である。プロ野球の最低年俸は420万円と決まっているため、1日限定の契約金はそれを300日で割った14000円だった。背番号は 支配下選手登録上では20とされたが、試合では中日で2002年まで使用した22を、球団と登録上22番だった、大野雄大の了承を得た上で使用し、4番指名打者で出場。初回一 c 1 2塁で迎えた打席では、乗本高弘から2ゴ路平殺打に終わった。3月24日に、再び任意引退工事がなされた。 2017年7月27日、楽天 OB による試合、滝風、イオンメディックプレゼンツ楽天イーグルスレジェンドマッチに、レジェンドイーグルスのメンバーとして参加し、4番打者として出場。4回に、対戦相手のトフクラブの木村健吾から左中間にへの、適時二塁打を放ち、この試合の MVP 賞を獲得した。モータースポーツ活動現役時代から自動車レースにも、 興味を持っていたことから、アマチュアドライバーとして、プロジェクトミュートインジェングのサポートを受けて、トヨタ主催の画像ーレーシング 86BRZ レースに参戦する方針を2014年初めに明らかにした。参戦に向けて、モータースポーツライセンスを新たに取得する必要があることや、プロ野球シーズン中は解説者としての活動を優先することから、 同年のシリーズにはスポット扱いで参戦するとした。その後7月26日、富士スピードウェイにて行われた第6戦にて、トヨタ86でレースデビュー。かつての背番号にちなんだ7番のゼッケンを背負い、決勝 B レースを30位で完走した。その後も同レースのクラブマンシリーズへ参戦を続け、2018年開幕戦では3位、表彰台を獲得している。 楽天時代に大きくプレースタイルを変えている。それまでは配球など読まない、ただ来た球を打つタイプの選手であり、最初の監督だった星野が三振を嫌う、監督だったので、三振をしてはいけないという恐怖心を常に持っていた。しかし、野村に、三振だろうと、いい当たりだろうと、アウトはアウトだろう。そんなもん、根拠さえあれば思い切って振ってくればいいんだ。 それでダメなら厚考えればいいだろうと言われたことで三振を怖がらなくなり、野球がまた楽しくなったと述べている。また、三振を怖がらなくなったことで、スイングから迷いが消え、野村から教えられた思い切りの良さが一番大事を実践するために、配球データを洗ったり、野村のベンチ内でのぼやきを参考にして、投球を読むことや考えることをするようになったという。 技術面では、若い頃はボールに向かっていく打ち方をしていたが、後期は呼び込む打ち方をしていた。2000本安打を達成せず、400本塁打を達成した。小学校時代からプロまで首相を務め、常にチーム全体や他の選手を気にかけていた。楽天では2008年から2010年まで首相とチームリーダーを務めるなど、首脳陣からもその素質を認められ。 球団も指導者としての期待をかけていた。中日時代は一年後輩の立浪和義の存在が自分以上にあったため、あの時代には僕よりも期待されていた立浪和義さんがいた。僕はどうしても立浪さんの壁を越えることができなかったのだと振り返っているが、設立間もない楽天遺跡後は自然にトップとなり、かかる期待も大きくなり、 期待が大きければ大きいほどやりがいも生まれてきたと、10回している。なお、落合博光は2012年1月13日に、木の国屋ホールで開かれた、著書、再配観光記念の講演で、山崎と、達波は、後ろ盾がしっかりしていて、それぞれ強力な派閥を持っており、仲が悪いと発言したが、山崎自身は、山本正人の対談で、別に仲が悪いわけではないが、 中日の野手ナンバーワンの座には常に、立浪がいたから自分は、ナンバーに、3に甘んじていた。自分の中では、立浪には、絶対に負けたくないと張り合っていたと発言している。自身でも正義な性格と自負しており、ロサンゼルス留学の際には、アイク・イクハラになぜアマチュアの人に、プロ野球選手が指導されなければいけないのかと言い放った。またこのような性格から、 死急で当主や保守に詰め寄ったり、審判の判定に納得がいかないと激高する場面も多く見られ、現役時代6度の退場処分を受けている。このことを受けて、愛イク・イクハラは山崎の実家に手紙を送りつけ、その手紙を読んだ母親から山崎はひどく怒られた。帰国後も山崎と愛イク・イクハラは交流があったものの同じ区留学生であった。 山本正が大活躍したため、関係は薄かった。ある時、愛イク・イの妻に挨拶をした山崎は、あなた未だ野球を続けていたのねと言われたという。中学校時代は野球部だけでなく、相撲部でも活躍した。野球では地方大会止まりだったが、3年の時の大会終了後、数日の練習で相撲の愛知大会で優勝。 全国大会にも出場して藤島部屋などの多くの部屋からスカウトされた。元前頭筆頭、朝の若は愛知工業大学名電高等学校の一年、後輩。元重量二枚目、須佐の湖は小学校と中学校の四年後輩で幼馴染でもある。2017年6月18日放送の竹衣章 Z そうだったのか。スポーツの極意でテレビ初。 ガチンコズモー対決という企画に挑み、大ズモーの幕内、石浦と簡易土俵で勝負した際には、頭をつけて外をし、右上でを引いて、投げを打ち、踏ん張った石浦は、土俵際で左蓋で投げ返し、山崎を転がした。強い。まさか頭をつけてくるとは、と石浦は驚き、三竹海は、どっちが関取かわからないと称賛。山崎は、 めちゃくちゃ嬉しいと関取に投げられて感激していた。1998年の正月番組、プロ野球オールスタースポーツフェスティバルの相撲競技で優勝。1999年にも出場して2年、連続優勝するが、対戦相手の片岡敦史が右肩脱球の重傷を負い、これ以降、プロ野球選手の相撲競技は行われなくなった。愛称は、ジャーマン。 ジャイアン、キンマン、タケシ、ヤマなど。風貌と性格、タケシという名前から漫画ドラえもんのキャラクターであるジャイアンにあやかり、ジャイアンとあだなされた。山崎の使命は山崎ザキタケシ、ジャイアンの使命はゴーダタケシである。これは中日トラック店でチームメイトであった中村タケシと区別する意味もある。中村は中日時代から監督やファンに タケシと呼ばれていて、山崎は普通に山崎と呼ばれていた。2011年に山崎が出した著書にもリアルジャイアンの言葉が使われている。楽天時代でその他のコーチたちからもタケシと呼ばれていた。自身曰くジャイアン同様音痴でもあるという。趣味はミニカー収集で2011年現在では自宅に約5000台のミニカーがある。 ミニカーメーカーの協商と専門誌がタイアップしたドイツツアーにミニカーのコレクターとして特別ゲストとして参加した。自宅のコレクションとインタビューは機関専門誌ミニカーファンに掲載された。ラジコンカーも収集しており2005年まで山本正とラジコンカーレース大会山々杯を毎年開催していた。自宅にはセグウェイがある。また、 趣味のミニカーとラジコンカーは飾ってあるが、野球関係のものは飾らずに箱に入れたままになっている。2008年末にスポーツスタジアムで自宅が紹介された際、その年のオールスター MVP のトロフィーや2007年に関王のトロフィーなどをもらって以来初めて箱から出した。と語っていた。愛車はフェラーリ、メルセデス・ベンツ。2011年には、 ランボルギーニアベンタドールを日本輸入第一号車という条件付けで契約し、結果としては第二号車になった。また、引退したらランボルギーニカウンタックを鑑賞用として購入するとも公言していた。前述の通りプロ野球引退後はアマチュアのレーシングドライバーとしても活動している。少なくともプロ入りしてから30代は車の乗り継ぎをしてきたとのこと。 少年時代から車好きで、プロ入りして、すぐにトヨタソアラを購入。毎年のように車を買い替え、20歳にして、BMW を所持していた。この当時山崎は二軍暮らしの両住まいであり、両生は車を所持してはいけないという決まりがあったが、山崎は実家に車を置いて、たびたび兄に両まで持ってきてもらってはこっそり、乗り回していた。その後、 メルセデスベンツ 500SL を購入、一度だけ、球場まで乗り込んだが、当時メルセデスベンツ560セルを愛用していた、小松達夫に見つかり叱られた。好物は、エビフライ。山崎がプロデュースして2006年8月5日に、発売された、ドエリアー、山崎弁当には、山崎の、とにかく大きな、エビフライが目立つ豪快な弁当にしたい。 という強い希望に応えて大きなエビを頭から丸ごと使ったエビフライが入っていた。間違いなく売り上げは日本一です。という。2007年8月27日には約18センチメートルの巨大エビフライ入りの山崎デラウマカレー。2008年4月19日には地元の愛知県の名産の手羽先をおつまみとした手羽先たけしをプロデュースし、 販売初日には30分で完売した。酒が全く飲めないが、周囲から分かってに、主語扱いされることも多い。楽天時代は、仙台、国分町にある知人の店で、よく食事をしていたが、そのせいで、国分町のドンペリを全部集めて飲んでたと噂を立てられたこともあった。食事が楽しみであるが、その反面体調管理にも気を配っている。若い頃は、 食事に関しても適当だと認めており、睡眠も雑だったが、楽天時代に改めた。中日時代に児童施設を慰問したことがきっかけで、ボランティア活動を行うようになり、現役時代には、毎年シーズンオフになれば、サンタクロースの紛争で施設慰問をするのが恒例になっている。中日時代の応援歌は、名古屋球場時代のものと名古屋道無移転後のものが存在する。 名古屋ドーム時代のものは楽天時代にも使われ、名古屋球場時代のものは中日復帰後に使われている。また、楽天時代の2008年にはチームの応援歌、こえろ。楽天イーグルスのプロモーションビデオに出演した。野球では右投げ右打ちであったが、食事の際には箸を左手で持つ。ペンは右手。楽天時代には野村就任の話を聞いて、 自分とは野球感が合うわけがないと考えていたため、引退後のインタビューで野球人生の終わりを当初は感じたという。しかし関係が深まるにつれ、やりたくないとまで思っていた野球を再度面白いものだと思わせてくれた恩人として、引退前から今に至るまで各方面で野村に対する感謝の意を述べている。1999年5月21日からは登録名を 本名の姓の山崎から山崎へ変更した。中日では2001年から2003年にかけて山崎健太がいたため、表記名はそれぞれ山崎武史、山崎健となっていた。また、楽天では2006年から2009年にかけて山崎隆弘がいたため、表記名はそれぞれ山崎武史、山崎隆史となっていた。 初記録説明の記録その他の記録テレビ番組、テレビドラマラジオ番組 CMPV。ありがとうございます。